はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ぶち壊れカードをねご紹介していきたいなと思います。何か今日のエースカードね、スパークブレイカーです。スパークブレイカー、今のイベントでねゲットできるカードになってるんですけど、これね今プラシドさんがキャラクターとしてゲットできるんでね、皆さんデュエルリンクスでログインしてね、プラシドさんゲットしていただきたいんですけども、このスパークブレイカーっていうこのカードがスキルで置けるんですよ。これスキルね、デュエル開始時に自分のデッキに気候帝ワイゼルインフィニティを1枚追加しながら、自分のライフが2500以下の場合にスパークブレイカーを置けるよっていうカードなんですね。で、まあ、ワイゼル今日はちょっとあんまり出さないんであこれはなんか新パックが来た時に置いといて、このスパークブレイカーっていうカードですね。これね、どういう効果かっていうと、1ターンに1度自分のフィールド上のモンスター1体を選択して、選択した自分のモンスターを破壊するよと。これ自分のモンスター破壊して何が強いねんって思うじゃないですか。これね、例えばワイゼルインフィニティっていうのは、これ効果で自分のフィールド上のモンスターが破壊された場合に特殊召喚できる効果なんで、まあ、これと相性がいいんですけど、他にも相性がいいデッキあるんですよ。それが今日のデッキです。炎王めっちゃ強いっす。スパークブレイカー、これ何が強いかっていうと、例えばガルドニックス割れます。ガルドニックスで1回出てくるとね、割るの大変。まあ炎王の孤島とかないと割れないし、あと、なんだ、因果切断とか打たれちゃうとちょっときついとかあるじゃないですか。スパークブレイカーがあると、因果切断にチェーンしてスパークブレイカーでこいつ割ればいいんで、逃げれるんですよ。因果切断からも。だし、あと例えばね、ガネーシャ叩き割って、ガネーシャ効果で墓地から、バロン特殊召喚したりとか、まあ、サクリファイスエスケープみたいなことができるんですよ。これめっちゃ強いっす。これめっちゃ強い。何が強いと、まあ、もちろん栄養でギミックも強いよ。もちろん栄養ギミックが強いんだけど、この脅威の気候帝って、これ、スキルでね、これ置けるんですよ。これ、置けるから、もう、即座に使ったターンから使えるんですよ、このカード。めっちゃ強い、スパークブレイカー。ということで、今日ね、炎王と、スパークブレイカーで、まあ、バコバコね、相手のカードを破壊していく、そんなデッキをね、ご紹介していきたいな、というふうに思います。一応、ワイゼルインフィニティも、出ますが、一応ね、ただ1枚しか入んないんで、今カードないから、だから新パックで実装されるらしいよ、このカードは。ということで、新パックとキャラクターの実装はマジでタイミング合わせろって何回も言ってますけど、今無理なんで、とりあえずスパークブレイカーの強さをね、お見せしていきたい。ちなみにこれ、三好時間です。タックフォース、でしか使えなかったみたいな。なんで、俺たちしか今、現状使えねえぜ。やっていこう。デュエル、スタンバイ。さあ。悪いが必死にサーキットを描け。見せてやる。デュエル行くぜ。もうさ、カードねえってどうかしてるよな。魔法カード発動。思うけど、なんかワイゼルは、レッドアイズ懐かしい。ワイゼルインフィニティの使い手であるね、プラシドさんはね、ドヤ顔で実装してきているくせに、ワイゼルインフィニティカードで実装されてないってどうかしてると思うんですよ。どう考えても、なんかどうやら、なんか噂によるとね、カードを実装してるその班と、そのイベント考えてる班が別だから、なんか足並み揃ってないみたいな、コマ見ないで、そういう話あるんですけど、迷惑なんで、マジで、デュエルスト舐めてるんですかと、足並み揃えてもらっていいですか。さあ、炎王吸収発動、炎王吸収の効果によって、デッキから超獣族モンスターを特殊召喚できるぜ。超獣族モンスターを特殊召喚できるぜ、いいけ、ガルドニクス。モンスターを特殊、こいつは対象に取らねえ破壊を飛ばせることができるかな。クリボールもカイトもあるし、別になんか特段なんか何もしなくてもいいかなっていう話あるよね。これ出す、これ出さなくてもよくね。ターンエンド、これで誘発耐えて、でガルドニクス、まあなんかスプリットとかあるかもしれないけど、まあいいや、スプリットあっても。さあ、ガルドニクス効果発動。ガルドニクスは墓地から特殊召喚し、お前のフィールド上のモンスターを全て破壊する。まあ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 、スピリッツあるでしょうね。スピリッツはあるでしょう。そのくらい読んでいましたと言ったところ、はい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 、なるほど。これぶん殴ってくるんだから、ぶん殴ってくるんだったらクリボール投げて横にしたやつをぶん殴るっていうのあるよね。投げよスラッシュドラゴンの効果発動。オッケー、クリボール、モンスター効果発動。さあ、クリボールの効果によってお前のモンスターは守備表示にさせてもらう。さあ、必死にサーキットを描け。
世界線違いすぎて笑う、このデュエル。はいはい、レッドアイズで出てくれ、いいだろう。さあ、今のところ普通の円王だ。さあ、ワイゼル来い。来た、レッドアイズ、ブラックドラゴン。俺のターン、ドロー。来た、なんか来た。来たぞ。来たけど、来たけども、来たけど、これは、これはね、今ね、孤島もなんもないから出せないんだよね。どうしようかな。とりあえずガネーシャ出すしかないですね。ガネーシャ出して、でこれでレッドアイズだけ分投げにいきますか。さあスラッシュだけ。さあガードに来て、さあ何か、あ、インガ切断強いね。インガ切断も強い。これあんまりアドバンテージ稼げるカードじゃないんで、あ、敵じゃないんで、レッドアイズってあんまり相性は良くない気がしますけどね。インガ切断ってノーシールティーカードじゃないかなっていう気はするな。まあいいよ、生き残りたければ。はい、ですね。まあカイトロイドもありますし、まあガネーシャ破壊されたらまた墓地からなんか出てこれるんで、まあ死ぬことはないでしょう。1200ダメージ、よし、ダイレクトアタック。これ受けるまであんな、受けるとスキル発動できるんですよね。受けるまであるね。受けて受けて受けてから、あれですね、スパークブレイカー置きましょう。来とる。さあ来た、炎武も天気も来た、いいだろう。そしてまず炎武天気を発動。炎武天気の効果によってデッキから何やるな、まあ、そんなに痛くはね、速攻魔法、そこまで痛くはね。でですね、スキル発動、脅威の気候艇、そして炎王獣バロンを召喚、スパークブレイカーの効果発動。スパークブレイカーの効果によって炎王獣バロンを破壊、そしてモンスターが破壊効果で破壊された場合、このモンスターを手札から特殊召喚できる。いけ、アイテム上にシンクロモンスターが全く存在しないからクソ弱い。合体せよ飛行艇ワイゼルインフィニティ、召喚ムービーをどうぞ。召喚ムービーだけはかっこいい。お、来た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 、うえ、超合体飛行艇ワイゼルインフィニティ。このモンスターは相手フィールド上のシンクロモンスターパクることができるが、シンクロデッキを相手にしていない場合マジでクソザコい。ちなみに魔法カードを止めることができるんで、レッドアイズフュージョンとかを止めることができる。それは強い。さあ炎王獣バロンの効果によって炎王の吸収を手札に加える。これによってカイトロイドとワイゼルの壁で耐えて、ワイゼルは壁うわあ、ファイトロイド発動、しゃ、調子いいぜ。ターンエンド。さあお前に炎王の吸収を防ぐ手段はあるのか。さあ行け、炎王の吸収の効果を発動。炎王の吸収の効果によってデッキから炎王神獣ガルドニクスを特殊召喚。ちなみにこのスパークブレイカーは自分のフィールド上のモンスターをぶち割ることができるので、永続トラップして、なんと相手ターンにガルドニクスをぶち割るということもできるぜ。なんて相性がいいんだ。さあガルドニクスの効果、ガルドニクスが特殊召喚されたことによって相手ビルド上のモンスター全て破壊される。さあレッドアイズスラッシュドラゴンの効果によって装備していた AD チェンジは特殊召喚できるようだが、そんなモンスター特殊召喚したところで何の意味もない。さあどうする城之内。ちょ、ガーディアンの力がちょっとめんどくさいなっていう話ありますよね。若干ターン終了、スパークブレイカーの効果、自身でガルドニクスをぶち割ることができるぜ。これによってカイトロイド の発動条件を満たすことができる。さあそしてガルドニクスを特殊召喚していく。そして相手ビルド上のモンスター全て破壊される。そしてウルフバーグを召喚、ウルフバーグの効果発動、一旦に一度レベル4の重戦遺族炎属性モンスターを特殊召喚できる。レベル4のモンスターが2体、虫けらのように恐怖におのぬき走り回ればいいのだ。マジでさ、来ねえわ、ワイゼルインフィニティが手札に来ねえ。サーチ入れるようなデッキは弱えしよ。相性がいいといえば大体気候艇デッキって相性がいいのは炎王かデスペラードかって決まってるんですけど、デスペはデッキの中になんか入れられねえし、うまいことLP 増強アルファ使いてえし、ほんとカードで窒息してるの、マジどうかしてんだろこれ。これね、ほんとにね、なんかね、運営がね、エアップすぎて、デュエルリンクスが、もうね、デュエルリストの気持ち1ミリも分かってないんですよ。ほんとにね、こういうとこだぞ、コナミ。
そういうとこやぞ。さあとりあえずですね、こいつガルドニクスを超えろ。まあ、プラシドさんドヤ顔で実装して、みんなどうですか使ってくださいって言ってる割にワイゼルインフィニティねえっていうね。だからあの例えるのであればシューティングスター、あーかスターダスト聖杯強い、それやばいな。スターダスト実装されてない優勢みたいなもんなんですよ。まあ優勢くんはそれはね止められ、結局止められないんだよなこれ。だからあんまりねえな。あの結局エースモンスター使ってなんぼじゃないですか。デュエルリンクスってせっかくキャラクターがいるんだから、そのキャラクターでエースモンスターを出してなんぼと思うんですけど、それがねこのタイミングでね実装されてないってね、やっぱおかしいと思うんですよね。はい、ジャンクオーリア効果いいだろう。さあジャンクオーリア効果にチェーンシージャンクオバタ効果、これくしくもなんとあれだな、シューティングスタードラゴン出てくるんだこれあれ冷静に考えたらなんかやばい盤面できんじゃね、これもしかして原作再現ってやつ。でもね皆さん、原作ではね、なんでプラシドが勝てなかったのか教えてあげましょうか。クリボールデッキに入ってないからなんですよ。あいつバカだから甘えてっから、プラシドとかいう変態、あの変態ね、クリボールデッキに入ってないんですよ。甘いですよね。いやシューティングスター出てくるの分かってるから、もうアクセル進行されるの分かってるんだから、もうクリボール入れとけっていうね、デッキの中に。本当に甘いだよね。あれはね負けるべくして負けてますから。あの現代のプラシドは優勢のシューティングスタードラゴンの中には負けないっていうところに見せつけます今から私は。はい、いいでしょう。さあレベル2のフォーミュラシンクロン出てくる。でスターダストフォーミュラシンクロンで、82シンクロン来た。何消えた、来たシューティングスタードラゴン、我が宿敵、我が宿敵。やばい、これデッキトップ何枚、5枚か。ジャンクシンクロン、ジャンクシンクロン、ジャンクコンバーター、局所的ハリケーン、チューニングガム、やばい、チューナーモンスターは3体。何、合計3回の攻撃だと。これ受けよ、普通に。で、ガネーシャの効果発動、ライフポイント調整したいんですよ。スパークブレイカー置きたいんですよね。ガネーシャ効果、墓地の炎王獣、バロンも特殊召喚。そして、これによってもう一回殴られる、これで、2500以下なれるんで、ライフポイントが。ちょっとね、調整が難しいっていうのがありますけど。で3回目の攻撃でモンスターで攻撃する。はい、オッケー。よし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 。これで終わらせる。クルボール。虫けらが。ユキウはドッジボールだっていうことを分からせてやる。ルドユウ。俺のターン。ウルフバーグ強いな。これ勝ちか。炎王の孤島の効果発動。っていうだから炎王神獣ガルドニクスを特殊召喚。そしてウルフバーグを召喚、ウルフバーグの効果発動、ウルフバーグの効果によって墓地のレベル4超重戦士族炎属性モンスターを特殊召喚、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ。なんだオーバーレイっていう召喚方法は、そんな召喚方法知らないぞデッドリーシーンの効果発動、全然関係ねえモンスターでてめえのシューティングスターは除外させてもらう。そしてスキル発動、スパークフリーカーを発動、バトルフェイス、おれ何がシューティングスターだ、何これ、ね、もう局所入ってるでしょ。クリボールかな、クリボールだったらいいよ、クリボールかクリボーとかだったらいいよ別に。はい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 。でデッドルシーンの方だと、これなんだろう、カイトロイド、まさか入ってないじゃん。クリボールいいだろう、まだ俺のバトルフェイズは終わってねえぜ。スパークブレイカーの効果発動、炎王神獣ガルドニクスを破壊し、ていうだから炎王獣バローも特殊召喚。さあこれも受けれるか、不動優勢弱すぎるぞ。不動優勢、何がシューティングスタードラゴンだ、全然関係ねえモンスターでシューティングスター処してやったぜ。これが原作虫デュエル対戦、ありがとうございました。さあおっと、宿敵、我が宿敵不動優勢、みんなの思いをゆっくり痛むってやろう。弱いけど反応若干弱いけど、動作召喚、ダンボ召喚、カードセット、ダンボ、まあまあ悪くないでしょ。これ波紋でね耐えて吸収で分からせるって言ったから、シューティングスターマジやばいのよ。いやコズミックやめて、
シューティングスターマジでやばくて、まあでもジャンク新庄のことが止めれるんで、まあ悪くはない。やめろやめろやめろ、そういうカード使うの。お前ガチカード使うのやめろ。なんで突き押しょって、ジャンクシンクロンやばい、終わったかもしれねえ、逆だったかもしれねえ。いやこれね、AO はシューティングスタードラゴンめっちゃ辛くて、その破壊なんですよね、効果が。なので、ガルドニックスの効果止められちゃうんですよ、シューティングスターに。だからその効果をあれですね、ゾウガネーシャで止めるっていうことが必要なんですよ。だからガルドニックスを出しながらガネーシャを出しとくっていうプレイングをしないと、シューティングスターマジで詰むっていう。ガルドニックス無限に止められるっていう、そういう話はあります。スターダスト、やっべえ、やべえやべえ、ちょっと待って、ちょ本当5連打だけマジでやめて。シューティングスターやばい、終わったかもしれねえ。おいひどい優勢、落ち着け、やめろ、クリアマインド流すな、クリアマインド流すんじゃない、やめなさい、やめなさい。絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら行くのさ、マイウェイ。言うてる場合か、やばい、2枚3枚3枚。バカな、合計3回の攻撃だと、やめてくれ。うわーうわー